空手道もしくは空手は、琉球王国時代の沖縄で発祥した、拳足による打撃技を特徴とする武道、格闘技である。空手道の起源には、諸説があるが、一般には、沖縄固有の憲法を手に、中国本土の武術が加味され、さらに、薩摩藩次源流や、遊具も流など、日本武術の影響も受けながら発展してきた。 琉球王国において漢学などの学問とともに、氏族の足並みであった空手道は、大正時代に沖縄県から他の都道府県に伝えられ、昭和8年に大日本武徳会において、日本の武道として正式承認を受け、沖縄に大日本武徳会の支部が置かれる。さらに、第二次世界大戦後は、世界各地に広まった。現在普及している空手道は、 試合方式の違いから、寸止めルールを採用する、伝統派空手と直接打撃性ルールを採用する、フルコンタクト空手、防具を着用して、ポイント制の直接打撃を行う防具付き空手などに、対別できる。今日の空手道は、打撃技を主体とする格闘技であるが、沖縄古来の空手道には取り手、かかり手と呼ばれる、関節技や、投げ技や駆けつかみ技も含んでいた。 また、かつては、空手道以外に防術、かんざし術、ヌンチャク術といった武器術も合わせて修行するのが一般的であった。沖縄では現在でも多くの沖縄系流派が古来の技術と鍛錬法を維持しているが、最近の本土系の流派では、出現した技を他の武術から取り入れて補う形で、 総合的な体術への回帰、あるいは新たな総合武道へ発展を目指す、流派、会派も存在する。防具付き試合の一例空手は、もともと明治初頭の頃の沖縄では手もしくは、当主と呼ばれていた。マブニ県話によれば、手とは主に、琉球固有の憲法を指し、当主とは中国から伝来した憲法を指していたという。しかし、1901年に、空手が、 沖縄県で学校の体育課に採用された頃から、当主表記のまま、読み方が 2D から空手へ改められ、意味も手も含めた琉球憲法一般を指すようになった。それゆえ、当主と党では、言葉の意味する範囲が違うことに注意する必要がある。空手の表記がいつから始まったかについては、諸説がある。18世紀に編纂された、生死、九尾に、 ケアハゴンサネモトが、空手の使い手であったことが記されているが、この、空手が、今日の空手の直接の源流武術であったのかは、資料が乏しいため、判然としない。船越義鎮によれば、もともと、沖縄には、空手という呼び方があったことは事実であるとされ、しかし、それが、東でなのか、空手なのかは不明であるという。つまり、琉球王国時代から、 空手という表記が存在した可能性は考えられるが、これを資料から追跡するのは困難である。今日知られている、廃藩知見以降での空手表記の書室は、1905年に、花城長茂が空手空間の意味で使い始めたものである。次に、大正年間の船越義市の著作や本部、朝本の著作に、断片的に空手の文字が使用されている。 そして、1929年に、慶応義塾大学当主研究会が、半若心行の空の概念を参考にして、これを用い、その後この表記が東京を中心に広まった。1936年10月25日、那覇で空手大屋の座談会が開かれ、この時、当主を空手に改めることが決まった。1960年代までは、 投手表記も珍しくなかったが、現在では、空手の表記が一般化し定着している。また、1970年代からは、主に、フルコンタクト系の空手団体において、空手や空手と表記されることも多い。空手に、道を付加して、空手道の表記がいつ始まったのかについても諸説がある。船越義珍によると、投手の表記はしばしば、 中国憲法と認識されたので、慶応大学党首研究会の同門諸君と相談して、大日本憲法を空手道に改めたとされる。時期は、慶応大学空手部の当時の記録によれば、1929年、もしくは1930年であったという。解消理由について、沖縄等では大学において、科学的に解剖され、分析され、研究され、批判された、結果、 一度解体される必要性が生じたため新しく日本精神に基づいて日本の武道として再組織されて空手道に改められたとしている一方で同じく船越義鎮が師範を務めていた東大東州研究会でも同時期に東出道の名称を使用していた事実が当時発行された書籍から確認することができるその理由について 船越義珍の伝えた沖縄塔では、組手の技法を伝えず、片方の修練に終始したが、これは、塔で道到達における前段階に過ぎず、これに試合性を加味して、初めて、塔で道に至るのであるとしている。上記表はあくまで概略図であり、実際の名称の変遷は、多少の時期の重複を含む。作画は菅が空手は、 琉球王国時代に発祥した武術であるが、空手について書かれた当時の文献は現在まで確認されていない。それゆえ、今日語られている空手の歴史は、主に明治時代の空手の頃たちが伝え聞いた話に基づいている。空手の起源に関しては、諸説あるが、主なものは、下記の通りである。久米三十六世輸入説那覇の久米村に、1392年、 当時の民の福建省から人36世と呼ばれる職能集団が移住してきたとされる。彼らは琉球に先進的な学芸、技能等をもたらしたが、この時空手の起源となる中国憲法も同時にもたらされたとする説。ただし当時は中国でも憲法が未発達だったことが知られており今日ではこの説に疑問を呈する見解もある。 同じ中国伝来説に、勤務政策以降にもたらされたとする、慶長輸入説や、大島筆記の記述をもとに、高渉君が伝えたとする、大島筆記説等もある。舞方からの発展説舞方は、琉球舞踊の一種である。沖縄の田舎には、舞方と呼ばれる音曲に合わせて踊る、武術的な舞踊があり、戦前まで各地に見られた。また、日本の、 やつのように、舞踊行列において、前払いをする者は、前方と呼ばれ、行列の先頭で音曲に合わせて、空手のような武術的な踊りをしていたとも言う。こうした武術的要素を持った舞方から、手が生まれ当主へと発展した。ないしは、舞方の中に、当主発達以前の、手の原初的姿が残されている、とする説。 朝と安常やその弟子の船越義珍がこの説を唱えている。この手に中国武術が加味されて当主へと発展したとする説は今日の主流になっている。本部朝本の琉球在来の武術と合わし、主者選択戦連の結果、当主として流流発達を遂げたとする説や宮城長順が記す慶長輸入説のうち外来の憲法が 在来の手と合流して異常の発達を遂げたとする説もこれに該当する。他にも沖縄相撲からの発展説、本土から伝来していた柔術が起源とする説などがある。当主作側の以前と以後琉球の歴史において当主の文字が初めて現れるのは当主作川とあだ名された作川官画においてである。作川は,は20代の頃、 当時の清氏へ留学し、中国武術を学んできたとされ、この作川が琉球へ持ち帰った中国武術に、以前からあった沖縄固有の武術、手が融合してできたものが、今日の空手の源流である、当主であったと考えられている。作川以降、手は、当出に吸収、同化されながら、徐々に衰退していったのであろう。一般に、空手の歴史を語る際、この当主と、 手の区別が曖昧である。それゆえ、競技の意味での当主の歴史は、作側に始まるというが、厳密に言えば、作川はあくまで、2D イコール、中国武術の使い手であり、日本の武技の手、空手の起源を考えるならば、作側の弟子の松村宗小美公になるとも言われる。手も含めた、沖縄の格闘技全般という意味での空手の歴史は、もちろんそれ以前に遡る。 以下、講義の意味での空手の歴史について叙述する。薩摩藩の琉球新光殿ガジャ製保湿、ガジャ親方旧社図。剣術、創術、旧術は琉球貴族のたしなみであった。勤務政策と空手発展の因果関係は近年疑問視されることも多い。琉球の沖縄本島で空手が発展した理由として従来言及されてきたのが 二度にわたって実施されたという勤務政策である。一度目は昇進王の時代に実施されたというもので、この時国中の武器が集められて、王府で厳重に管理されるようになった。二度目は1609年の薩摩藩による琉球侵攻後に実施されたという勤務政策である。二度の勤務政策を通じて武器を取り上げられた琉球氏族が、 薩摩藩家臣に対抗するために武器を持つことができなかった首里の王府に仕える士族から自らが仕えていた主君を次元流という薩摩藩に伝わっていた古流剣術から守るために広がっていったものとする説が従来歴史的事実として言及されている。例えば松村宗根,根はなお幾王の小川森役となったがやがて那覇の薩摩藩番行 町田平の治遇を得て、薩摩藩のお家流剣術、次元流の稽古に精を出すことになる。松村の門人、伊藤州安常が、後年に、当手術の、形に、段の名称をつけたのは、師匠である松村の示唆に従ったもので、これは次元流の目録から引用したものである。勤務政策の虚実しかし、勤務政策と空手発展の因果関係については、近年、 これを疑問視する研究者が少なくない。例えば、昇神王の勤務政策とされるものについては、従来、百浦添え欄間の命にある、もっぱら刀剣、弓矢を積み、持って、五国の力となすという文言を、武器をかき集めて倉庫に封印したと解釈してきたが、近年では、沖縄学の研究者から、刀や弓を集めて、国の武器としたと、 解釈するのが正しいとの指摘がなされている。また、薩摩藩の実施した勤務政策も、縦脇など武器の形態を禁じただけで、その所持まで禁じたものではなく、比較的緩やかな規制であったことが判明している。この通達は、1、鉄砲の所持禁止。2、王子、三主管、士族の個人所有武器の保有は認める。3、武器類の修理は、 財番奉行所を通して、薩摩にて行うこと。4. 刀剣類は、財番奉行所に届け出て、認可を受けることという内容であり、武器の所持や、その稽古まで禁じるものではなかった。実際、薩摩への服属後も、琉球の剣術、創術、救術などの達人の名は何人も知られている。また、素手で鉄砲や刀などの武器に対抗するという発想。 そのものが非現実的であり、このような動機に基づいて、琉球氏族が、空手の鍛錬に励んだとは考えられない、との指摘もある。それゆえ、勤務政策による空手発展説を、全く根拠のない交換の不説と一途を両断する、研究者もいる。手の時代古くは16世紀、命を狙われたケアハゴンサネモトが、 空手という武術を用いて暗殺者の両股を打ち砕いたとの記述が、生死九尾にあり、これは、当で以前の素で格闘術であったと考えられているが、これが現在の空手の源流武術であったのかは証明する。資料に乏しく、その実態は、はっきりしない。また、17世紀の武術家の名前が何人か伝えられているが、彼らがいかなる格闘技をしていたのか。 その実態は明らかではない。明確に手の使い手として、多くの武人の名が上がるのは、18世紀に入ってからで、ある。西平親方、串川親方、僧侶通信、溶かしき親雲城、蔡聖章、真壁長剣などの名が知られている。また、土佐藩の儒学者、戸辺吉輝が、土佐に漂着した琉球士族より聴取して記した、大島筆記の中に、 千年来流した、交渉君が、組合術という名の武術を披露したとの記述がある、ことが知られている。この交渉君とは、1756年に訪れた、作法施設の中の自重武官だったのでないかと見られて、おり、空手の起源をこの交渉君の来流に求める説も、あるが、組合術とは、空手のような打撃技ではなく、一種の柔術だったのでは、 内科との見解もあり、推測の域を出ていない。1784年に没した琉球氏族の赤、ただし式の遺言書に、からむとなる武術の名前が記されているが、これが、空手の起源であるかどうかは未詳である。また同遺言書は柔術を指す、やはらについても記されており、少なくとも、から、ムとと柔術は別の武術と認識されていたようである。当主の時代、 松村宗胸一君武芸を三段階に分けて、片変調を今しめ、臨機応変の大切さを解き、武芸の目的は、己のためではなく、国王や両親を守るためにあると解く。19世紀になると、当主という名称が使われ出す。しかし、当主と、手の相違は半然としない。明治初頭の頃まで、当で以前の、手は特に、沖縄主と呼ばれ。 当主とは、区別されていたとされるが、両者の間に、どのような相違があったのかは不明である。19世紀以降の当主の使い手としては、首里では、作川勘画とその弟子の松村宗ねこん、清島親方、油屋山城、白では、うく吉隆、照か、てるやただし那覇では、湖城も、聖、長浜地区島の親雲城などである。この中でも、特に、 松村宗根は、琉球王国時代の最も偉大な到底屋の一人と言われている。琉球国王の小川森役の職にあり、国王の武術指南役も務めたという。また、この頃から薩摩を経由して伝来した日本武術も、当主の発展に影響を及ぼしたとされる。最初は、薩摩の財番役人から次元流剣術や、 その文化の剣術を修行する琉球氏族の一部から伝わったものと思われるが、18世紀には薩摩藩士を介さず、琉球氏族から次元流剣術を学ぶ者も,もあった。また、松村宗根のように、薩摩に渡って次元流を修行してくる者も,もいた。空手の牧原月は次元流の立木打ち木内からヒントを得たとも言われている。また、 空手の一撃必殺を追求する理念にも次元流の影響があるという説もある。さて、空手に流派が登場するのは空手が本土に伝えられた大正末期以降である。それ以前は空手の盛んだった地域名から単に手里手、泊まり手、那覇手の三つに大まかに分類されていたに過ぎない。もっとも首里氏族の中には首里手以外に 止まり種や那覇でも同時に習っていた例もあり、この分類もあまり厳密に受け取るべきではないと言えよう。当主の公開元来、琉球士族の間で密かに伝えられてきた当主であるが、明治12年、琉球処分により琉球王国が滅亡すると、当でも失伝の危機を迎えた。当主の担い手であった琉球士族は、 一部の有力氏族を除いて芝叩く間に没落し、当主の修練どころではなくなった。不平氏族の中には新国へ逃れ、独立運動を展開する者もいた。開化党と頑固党が激しく対立して、氏族階層は動揺した。このような危機的状況から東出を救ったのが、意図すやスである。 イトスの尽力によって、当ではまず明治34年に、首里神城小学校で、明治38年には、沖縄県中学校及び、沖縄県師範学校の体育科に採用された。その際、読み方も、2D から、空手に改められた。当首は、イトスによって一般に公開され、また武術から体育的性格へと変化することによって、生き延びたのである。 イトスの改革の情熱は、型の創作や改良にも及んだ。生徒たちが学習しやすいようにと、ピンアンの方を新たに創作し、既存の方からは、急所攻撃や、関節折りなど危険な技が取り除かれた。このような動きとは別に、中国へ渡った沖縄県人の中には、現地で遠出道場を開いたり、また現地で、中国憲法を習得して、 これを持ち帰る者もいた。湖上も、聖、東、女広資両、上地漢文などがそうである。もっとも、日中国交回復後、日本から何度も、現地へ調査団が派遣されたが、源流武術が、特定できず、また、中国武術についての書籍や動画が出回るにつれ、彼らが伝えた武術と、中国武術とはあまり似ていないという事実が、 知られるようになると、近年では研究者の間で彼らのつて系を疑問視する声も出てきている。本土へ52歳の頃に外国人ボクサーを一撃で倒した、本部朝元空手の進化を実力でもって証明し、空手の存在を一躍全国に知らしめた。船越義鎮。本土において初めて空手を本格的に指導し、 また史上初の空手書の出版などを通じて、その普及に尽力した。最近の研究によれば、最初に本土へ当主を紹介したのは、明治時代に東京の名を借尺に詰めていた琉球氏族たちである。彼らは他の判定に招かれて当主を披露したり、養心流や紀藤流などの柔術の町道場に出向いて、と、祝を披露していた。 また、1908年、沖縄県立中学校の生徒が、京都武徳会青年大会において、武徳会の希望により当主の方を披露としたとの記録があり、この時、加納博士もタツバを飲んで中止していたというように、本土武道家の中にはすでにこの頃から等での存在に注目する者も,もいた。しかし、本格的な指導は、 と名越し賃や本部朝はじめらが本土へ渡った大正以降である。1922年5月、文部省主催の第一回体育展覧会において、と名越は、当主の方や組手の写真を二のの掛け軸にまとめて、パネル展示を行った。この展示がきっかけで、翌6月、と名越は、加納寺五郎に招待され、行動館で、加納寺五郎を、 はじめ200名を超える柔道遊団者を前にして、当主の演武と解説を行った。戸名護市はそのまま東京に泊まり、当主の指導に当たることになった。同じ頃、関西では本部、浅本が、当主の実力を世人に示して、世間を共談させた。同年11月、たまたま遊びに出かけていた京都で、本部は、 ボクシング体柔道の工業試合に飛び入りで参戦し、相手のロシア人ボクサーを一撃の元に倒した。当時52歳であった。この出来事が国民的雑誌、キング等で取り上げられたことで、本部、朝元の部名は一躍天下に轟くことになり、それまで一部の武道家や高塚のみに知られていた等での名が、一躍全国に知られるようになったと言われている。本部は、 同年から大阪で投手の指導を始めた。船越や本部の活動に刺激されて、日本本土では大正末期から昭和にかけて大学で投手研究会の創設が相次いだ。また、本部のこの試合の勝利は、ヤブノリミのハワイ投手実演会でも紹介され、海外での初期の投手宣伝にも一役買った。ジェームズ・ミトセや エドパーカー等、ハワイ出身のアメリカン憲法の創始者たちが、本部、浅本とのつて系のつながりを主張しているのも、こうした宣伝が影響を及ぼしたと考えられる。沖縄では、大正13年、本部朝勇が会長となって、沖縄党首研究クラブが設立され、さらに大正15年には、沖縄党でクラブへと発展しながら、在沖縄の党首の大家が、 一堂に会して、当主の技術交流と共同研究の試みが行われた。参加者は、花城長重本部朝サー、イ本部、朝元モ安キ則ン千葉の朝信、ノブ、マブニケンは、宮城長順、巨田重発、五軒記など、早々たる顔ぶれであった。空手道の誕生本土で活躍する、空手の大家が、一堂に会した写真。左から、 東山博志県、大塚博則、下田武史、船越義陳、本部、浅本、眞文二県は、中曽根県は、平野部方。東京、1930年代。昭和に入ると、眞文二県は、宮城町順、東山博志県らも、本土へ渡って、当主の指導に当たるようになった。1933年、当では第二本部特会から、 日本の武道として承認された。これは沖縄という一地方から発祥した当主が晴れて日本の武道として認められた画期的な出来事だったが一方でこの時党では柔道、柔術の一部門とされ当主の称号審査も柔道家が行うという条件を含んでいた。1929年船越義賃が師範を務めていた。 慶応義塾大学当主研究会が、半若心行の空の概念から遠出を空手に改めると発表したのをきっかけに、本土では空手表記が急速に広まった。さらに他の武道と同じように、道の字をつけ、当手術から空手道に改められた。沖縄でも1936年10月25日、那覇で空手大屋の座談会が開催され、 当時から空手へ解消することが決議された。このような解消の背景には、当時の軍国主義的風潮への配慮もあったとされている。なお、空手の表記は、花城長茂が明治38年から使用していたことが明らかとなっている。本土の空手道は、第二本部徳会において、柔道の分類化に置かれていたこともあり、差別化のために、 取手と呼ばれた柔術的な技法を取り除き、打撃技法に特化した。また、平殿の防術や、ヌンチャクなどの武器術も取り除かれた。小刀管空手に見られるように、型の立ち方や挙動を変更し、型の名称も、新たに、日本風の名称に改める流派もあった。さらに、沖縄から、組手が十分に伝承されなかったため、本土で新たな組手を、 創作不可し、こうして、現在の空手道が誕生した。これらの改変については、本土での空手の普及を後押ししたとの評価がある。一方で、空手の伝統的なあり方から逸脱したとの批判も、ある。このような都市格闘としての空手の競技化にあたり、当初最も研究されていたのは、防具付き空手であった。昭和2年。 東京帝国大学の投手研究会が独自に、防具付き空手を考案し、空手の試合を行うようになった。これを主導したのは、某ヒデオラであったが、当時この師範であった船越は激怒し、昭和4年東大師範を辞任する事態にまで発展した。演舞会などでは、投手の武術として、一端を見せるためにやむなく組手も披露したが、普段の練習では、 基本と型の練習に終始した。初期の皇帝であった大塚博則や小西康博によると、船越は当初15の型を持参して上京したが、組手はほとんど知らなかったという。他にも、本土では、本部浅本、マブニ県は、沢山高司会、山口豪言等が独自に防具付きから手を研究していた。また、沖縄では、 矢部のりみが防具を使った組手稽校、沖縄県市範学校で始めた。こうした中で、東京都千代田区球団に設立されたのが、後に全日本空手道連盟連部会に発展する、半竹士館である。いずれにしろ、戦前の空手家が目指したのは、防具着用による、直接打撃性空手であった。武道禁止令と活動再開連合国占領期に、 連合国軍最高司令官総司令部の司令によって文部省から出された柔道、剣道等の武道を禁止する通達のため空手道の活動は一時停滞した。しかしこの通達には空手道の文字が含まれていなかったため空手道は禁止されていないとの文部省解釈を引き出して空手道は他武道よりも早期に活動を再開することができた。 全国組織と競技空手の誕生連部会の防具付き空手世界空手道連盟の試合風景空手道の競技化は戦前から試みられていたが試合化そのものを否定する考えもあり組織的な競技化は実現していなかったしかし1954年連部館が第1回全国空手道選手権大会を防具付きルールで実施した連部館は 遠山宏志県の無流派主義を受け継ぐ道場で戦後の空手道言論会をリードした金城宏志が防具付け空手を主導した。この大会は全日本空手道連盟連部会主催の全国防具付け空手道選手権大会という名称で空手道界最古の全国大会として現在も開催されている。 連部官は1959年実業家であり、内外タイムス社、代表取締役社長の蔡長道から支援を受けて、全日本空手道連盟に発展。遠山博志県の修道官を総本部とし、会長に、蔡長道、副会長に、小西康弘、金城博士、顧問に、大塚博則、山田達夫、義馬新勤、理事に、保有など、 当時の空手会重鎮多数が就任し、主催する全日本空手道連盟選手権大会には、少林寺流連進館や日本戦闘会等も参加していた。しかし当時の防具は安全性が十分に確保されていないものであり、危険度が高く、競技として普及するにはまだまだリスクの大きいものであった。そのため、拓殖大学空手道部などが中心になって、総案した。 寸止めルールが次第に主流を占めることとなった。当たる寸前に技を止める。このルールは年齢、性別を超えて容易に取り組むことができるとして多くの流派で用いられることとなった。こうして1950年に結成された全日本学生空手道連盟の主催により1957年に寸止め空手ルールによる 1> 第1回全日本学生空手道選手権大会が開催。同年には日本空手協会主催により全国空手道選手権大会が開催された。また1962年には山田達夫が後楽園ホールで第1回空手協議会としてグローブ空手の大会を開催した。1964年には全日本空手道連盟が結成された。 全員空連は4大流派をそれぞれ統括する、日本空手協会、小党館、強史重会、伊藤東会、和道会、それ以外の諸派を統括する連合会、全日本空手同連盟であり、防具付き空手諸派を統括する、連部会の6つの協力団体を中心に、日本の空手道に統一的な秩序をもたらすことを、目的として結成された。 そして1969年9月、全空連主催による、伝統派ルールの第1回全日本空手道選手権大会が日本武道館で開催された。しかし、同年同月、伝統派カラテに疑問を抱き、独自の理論で直接打撃性の空手試合を模索していた、極真空手創始者の大山マスによって、防具を一切着用しない、素手。 スワッシの直接打撃性による第1回オープントーナメント全日本空手道選手権大会が代々木の東京体育館で開催され空手界に一大旋風を巻き起こした。一方の全日本空手道連盟は翌年第1回世界空手道選手権大会を開催した。流派の乱立と空手の多様化このように空手道の全国化、組織化は着実に進んでいった。 しかし、その一方で、もともと流派、会派などが存在しなかったと言われていた空手道会で、あったが、大日本武徳会を機に、流派、会派など増え始めていった。1948年、東京では、船越義陳の門弟たちによって、昭東管流最大会派である、日本空手協会が結成され、1957年4月10日、 日本空手協会を社団法人として文部省が認可した。しかし1958年には早くも空手道の試合化を否定する広瀬元信たちが戦前からの小党会を復活させ独立していった。分裂、独立については他の流派も事情は似たり、よったりであった。遠山博試験やその皇帝らによって設立された連部会のように 無流派主義を標榜する、空手家や、連盟もいたが、多数にはなり得なかった。また、全空連の試合規則、いわゆる、寸止めルールに対する不満などから、大山マスタツの極神会館に代表されるような、フルコンタクト空手という、直接打撃性スタイルを採用する団体も現れ、一大勢力を形成するようになった。 しかし、大山マスタが存命中は一枚岩と言われていた、極真会館もまた、大戦の死後、極真を名乗る複数の団体に分裂し、独自会派を立ち上げる者が多数出現することになる。そして、極真会館出身の大道塾空道に代表されるような打撃技に特化された、現在の空手のアンチテーゼとして、空手道に関節技や投げ技を取り入れて、 かつての空手がそうであった、総合武道の姿へと復元を目指す会派なども現れた。統一組織の誕生戦後の沖縄では、戦争の爪痕も深く、喧嘩の、各流派、道場は個別に活動しており統一組織は存在していなかったが、まず1956年、上地流、片山流、小林流、松林流の4流派によって、 沖縄空手道連盟が結成された。次に全日本空手道連盟理事の保有が中立ちとなって、全日本空手道連盟沖縄地区特別本部が1960年に結成された。翌1961年には、小武道系諸団体を中心に、沖縄小武道協会が結成された。1963年、沖久連から、千葉那町新一派が脱退。 その4年後の1967年に、沖空連は解消され、全沖縄空手道連盟が、新たに結成された。同年、全日本空手道連盟沖縄地区特別本部は、沖縄空手道連合会へ、古武道協は全沖縄空手古武道連合会へと、それぞれ改組された。国体参加問題1981年、沖縄空手会では、国体への参加問題と、 これに伴う、全日本から手道連盟への加盟問題がこじれて、大問題に発展した。全員空連は、沖縄県体育協会参加の、全、沖空連に対して、沖縄側の加盟にあたって、審査資格を、八木秋則、非下有次期、上地官への長老三死にのみ認め、他は、本土側の審査を受けると通告したため、沖縄側が、 本土の支配下に置かれるとして反発した。しかし、解放国体を間近に控え、号を煮やした沖縄県体育協会は、ついに、全、沖空連を、不適当団体として、脱会処分にし、代わりに、片山流、小林流、松林流、本部五天主等によって結成された、沖縄県空指導連盟の入会を認めた。全員空連加盟を容認する。 県空連に対して、全、沖空連側は、沖縄伝統の空手が、日本空手同連盟の支配下に置かれることは、納得できないと強い不満を表明したが、県空連側も、全空連の内部に飛び込んで、沖縄空手の向上を図るべきとして、両者の主張は、平行線をたどった。揺れる沖縄空手1982年、国引き国体の予選も兼ねた。 県空連主催の第一回空手道選手権大会が開催された。そして、1987年、沖縄県で解放国体が開催され、沖縄勢は、型で全種目優勝を果たすなど、空手道競技9種目中5種目を制覇して、本場の面目を保った。しかし、当初全空連に加盟して内部から改革すると、意気込んでいた。 県空連の改革姿勢も本土側によって無視され不発に終わった。特に国体における指定型は当初全空連は首里系4つ、那覇系4つの名称のみの指定であると沖縄側へ説明していたが実際は本土4大流派の方であり同一名称でも沖縄の方で試合に出ることはできなかった。この事実を知らされショックを受けた県空連は 全空連に要望書を提出したが、沖縄に、型の権威を奪われることを警戒する、本土側によっても駆殺された。こうして、国体参加を通じて、沖縄空手を本土に広めるとした、沖縄側の理想は不発に終わり、むしろ近年では、競技空手に勤しむ若手を中心に、本土側の型や型解釈が広まってきており、沖縄空手はそのアイデンティティをめぐって揺れている。 花城流しげのジオン型と、組手は、空手の基本構成であり、昔からこの二つを練習することが基本となっている。しかし、いずれが主であるかなど、基準が時代とともに変化してきている。かつては、型の修行に、最も価値が置かれていたが、近年では、試合性の導入などにより組手重視の傾向にあり、またそれゆえ、両者の乖離が問題ともなっている。 マブニケンはの装置型とは、一人で演舞する、空手の練習形式である。各種の技を決まった順序で演舞し、演舞時間は型によって、数十秒から数分間続く。修行者は、型の練習を通じて、空手の基本的な技や姿勢を身につけるだけでなく、組手などへの実践応用に必要な空手独特の身体動作を身につけることができるとされる。 空手の方の数はすべて数えれば、数十にもなり、すでに出伝した方もあれば、明治以降新たに創作された方もある。首里って、泊まりで、那覇種の各系統によって、習う方の種類には、相違があり、また流派によっても相違がある。同じ方でも流派によって、また、沖縄と本土によっても相違が存在する。首里種の方には、内ンチ、伐採、 空山空などがある。泊りでの方には、内ューローハイなどがある。那覇種の方には、サン,チンセイサンスーパーリンペイなどがある。今日では、型の試合も実施され、型の演武それ自体が一つの競技とされるに至っている。試合化によって、型の完成度が高まると期待される一方、勝敗を意識して、 難易度の高い方を選ぶ、同じ方でもより見栄えのするように演舞する弊害、いわゆる、花での問題なども指摘されている。首里種、白手系の型い一覧な派手系、その他の型い一覧、若き日の宮城町順位と巨大重発。型分解、もしくは、武備氏にある宮典風会員三田と元水のポーズを模して、組手にしたものと思われる。組手は、 主に二人で相対して行う練習形式である。決められた手順に従って、技を掛け合う、約束組手、自由に技を掛け合う、自由組手、さらには勝敗を目的とした、組手試合が存在する。歴史組手は、琉球王国時代から行われていたが、正式化されて、なお現存するのは本部、朝本が、大正時代に発表した十二本の約束組手が、最古で、 それ以前のものは現存していない。小太陽の作法式典のために訪れた清の施設の前で、講師という名の武器が披露されたという記録があり、これは組手のことを指すと考えられているが、その具体的な内容は不明である。上述の本部、朝本やその友人や武剣通りなどを例外とすれば、戦前は片稽古が中心で、組手は学校体育向けに、 単純なものが、わずかに行われる程度であった。さらに制度化された自由組手はまだ存在せず、掛け試しと呼ばれる一種ののじ合いが存在するだけで、あった。しかし、空手が、本土に伝えられた当時、柔道や剣道ではすでに試合制が実施されており、またランドリ稽コも盛んであった。このため、長岡修一や磯貝等、行動官の重鎮たちから、 方だけでは分からんと、その単独稽古編長が厳しく批判されたという。こうした批判を受けて、大塚博之や小西康弘等が自ら学んでいた、新党上げ新流柔術や竹内流柔術等の様式を取り入れて作ったものが、今日の約束組手の起源である。これ以降も空手の約束組手は、本土の大学生たちを中心に改良が重ねられていった。 さらに戦後になると、本格的に組手試合が整備されていった。組手試合の形式には、下に示す3形式が主流であり、ルールの細かい点は、流派、会派ごとに特色が見られる。寸止め打撃による怪我を防ぐため、原則相手の皮一枚で止める、寸止めもしくは、極めと呼ばれる、試合形式。主に全空連に加盟する、伝統派空手の、 各流派で行われている。試合によっては、防具着用を義務付ける場合もあるが、それでも直接打撃は認めていない。しかし、全員空練を含む多くの試合では事実上当てることが認められており、直後の引き手でダメージの軽減を図っている。このことは、ルール記載上の文言とは馴染まないが黙認されている。この場合、 試合に主障をきたすようなダメージが与えられた場合や、引き手の程度により始めて、当てたと審判にも認知されるのが通例である。防具付き空手防具着用の上での直接打撃を行う試合形式。防具付き空手、公式空手の隔波、各流派、会派で行われている。講義のフルコンタクト空手。詳しくは、防具付き空手の項を参照。フルコンタクトフルコンタクトと呼ばれる。 直接打撃を認める試合形式。防具などを一切着用せず素で、スワッシュで試合をする。ただし、顔面への拳による攻め、筋敵への蹴り、膝への関節蹴りなど、急所攻撃は禁じている。競技のフルコンタクト空手、極神快感など、行動感に統一されている柔道とは異なり、空手道には無数の流派が乱立し、 流派によって教える方や、鍛錬法、試合ルールも全く異なる。大別すると、空手道の競技形式は、伝統派空手とフルコンタクト空手、防具付き空手に分類することができる。イトスやスツネによれば、空手道は、元少林流と、アラレれ流の2杯が中国から伝来したものが、起源とされる。前者は、首里手となり、後者は、 那覇種となったとするのが一般的な解釈であるが、上記二杯は中国でもその存在が確認されておらず、どの程度歴史的事実であったのかは疑問の残るところである。そもそも、竜という表記は日本的であり、中国では拳と称するのが一般的であるとの指摘もある。今日の空手流派は本土に伝来して以降のものである。 最古の空手流派は、本部、浅本が、大正時代に命名した、日本電流標本本部憲法が、文献上確認できるものとしては、最も古い。船越義進の小統管流も、実質的には、同程度古いが、この流派名は、戦後の通称であり、船越自身は、生涯流派名を名乗らなかった。昭和に入ってからは、宮城長順が、昭和6年に、 片タヤ流を名乗っている。その後は、千葉ナ朝信ノ文マブニケンワ、コ大塚博ロ保有菊池和夫と、流派の命名が続いた。講義には、文字通り伝統的な空手の流派、すなわち、古流空手、全空連加盟等の本土空手、沖縄空手を含む、防具付き空手をこちらに分類することもある。伝統空手ともいう。競技には、 寸止めルールを採用する、全空連の空手及びその参加流派を指す場合が多い。下記の分類はあくまで概略的なものであり、それぞれにまたがる流派も多い。詳しくは、伝統派空手を参照。古伝空手伝統派空手のうち、競技家、スポーツ家を志向せず、古伝の空手スタイルを重視する。特徴としては、伝統的な肩稽古や組手稽古。 沖縄古来の鍛錬法の重視、武器術の平伝などを挙げることができる。沖縄空手と、ほぼ同義で使われることもあるが、沖縄空手の中でも、特に、イトス・ヤスツネによる空手近代改善のスタイルを指して、使われることもある。古伝空手もしくは古流空手という用語自体は、比較的最近のものである。1990年代以降、伝統派空手の内部から、 空手の近代化に批判的な論客が現れ、彼らの著作がベストセラーになるようになった。特に2000年以降、河野義則らによる古武術ブームの影響もあり、古伝空手への回帰論は空手言論界に大きな影響を及ぼした。こうした研究者のすべてが古伝を標榜しているわけではないが、 近代空手と一線を画する論調が、相互作用して一つの潮流を形成している。古伝空手では、型の再評価や型分解の見直し、また競技化される、以前の組手にあった、技法、急所攻撃、砦出の探求、さらには気、木、丹田といった東洋的な概念の再評価が、行われている。古伝空手の流派には、湖上流、本部流、 新道流などがある。他に、沖縄本島の松林流、千社場塾、日本本土の空手道、紺野塾、新進館、大久保道場などの古流稽古スタイルの会派、道場がある。競技の伝統派空手一般には、本土空手を指す場合が多い。全員空連に加盟し、空手道の競技家、スポーツ家に力点を置いている。全員空連が、 寸止めルールを採用していることから、寸止め空手と呼ばれることも多い。競技空手スポーツ空手とも呼ばれる。本土ド手ラは、片ら流、小刀間流、和道流、糸刀流が、規模の上から一般に四大流派と呼ばれ、よく知られている。本土ド手は、大学や高校を中心に発展してきた。それゆえ、より、若者向けに型や組手も、 沖縄より全体的に力強くダイナミックで見栄えがするように変化してきている。しかし近年では生涯武道という観点からまた古伝カラ手ブーム等の影響もあって競技家への反省も見られる。他に本土という土地柄、多格闘技との融合や影響が見られるのも特徴である。近年では勝負の判定を従来よりスポーツライクなものとしたポイント性や 拳サポーターの色分け、細かなものでは審判の人数や立ち位置など、ルールに、かなりの見直しが施されている。これらは、オリンピック種目化を目指しての革新と見られるが、スポーツ化した時見た目にはさほど違いのないテコンドーが、すでにオリンピック種目となっているため、実現は容易ではないと考えられていた。2016年8月3日、リオデジャネイロで開かれた、 国際オリンピック委員会総会で2020年、東京オリンピックの追加種目の一つとして、空手道が承認された。沖縄空手沖縄に本拠を置く、空手流派である。スポーツ化の傾向にある、本土空手と距離を置く意味で、沖縄空手が、本来の伝統武道空手として用いられる場合も、多い。本土の流派が主導する、全空連が、指定型から、 沖縄の形を排除したことに反発して、沖縄は本土と距離を置くようになった。しかし、沖縄県空手道連盟のように、全員空連に加盟している組織もある。沖縄空手の特徴としては、伝統的な肩稽古や、鍛錬法を重視している。組手は、本土よりも遅れていたが、近年は、全空連式の寸止め方式が逆輸入されて盛んになっている。 以前は、防具組手も行われていた。他に、武器術や鳥手術の兵伝などを挙げることができる。しかし、沖縄からでもイトスやスツネ以降近代化しており、また本土からの影響もあって、琉球王国時代そのままというわけではない。明治以降、東、女広資料や宮城長順による那覇市の改革、新たに、 中国からもたらされた上地流等の普及により、琉球王国時代の特徴をそのまま継承する流派はむしろ少数になっている。湖上流のように戦後県外に流出した古流流派も存在する。しかし、少数の道場では今日でも古くから伝えられた技や稽古法の保存に努めている。近年では沖縄県自体も空手の発祥地を意識して、 沖縄空手の国際的な宣伝に力を入れている。沖縄空手の流派には、三大流派として強し重流、上地流、小林流があり、他に都東流、沖縄憲法、少林流、少林寺流、松林流、林流本部五天守、沖縄強し重流、沖縄松源流、流守流、金江流などがある。本土の空手会派とは、組織形態が異なり、 多くの沖縄空手会派、流派は単独組織を維持し、本土より世界各国により数多くの支部道場を持ち、世界的な大きな広がりがある。直接打撃性ルールを採用する会派。開祖となった極真空手が最も有名であるが、講義には以下のものも含まれる。そもそも直接打撃性ルール自体は、寸止めルールよりも、はるかに歴史は古い。 詳しくは、フルコンタクト空手を参照。競技のフルコンタクト空手極真会館と、その分派の多くに代表される、主義による、顔面攻撃以外の直接打撃性ルールを採用する会派のことを指す。しかし、近年では、国際 FSA 権マカニや極真館など一部の、試合で主義による顔面への直接打撃を認める、会派も増えている。また、最近は、 幼年部、少年部、壮年部の人口が増加しているため、上級者以外では、ヘッドギアやサポーターをつけることが多くなっている。極真会館の分配以外には、伝統博らての分派や、少林寺憲法の分派である、白蓮会館、日本伝憲法の流れを組む秋広塾、国際 FSA 憲魔館などがある。2013年には、 新曲新会の緑賢治とヤック法の渡辺雅彦の呼びかけで全日本フルコンタクト空手同連盟が発足。いわゆる直接打撃制ルールを採用するフルコンタクト空手初団体の統括組織と位置づけられている。そして2014年5月、直接打撃制ルールを採用するフルコンタクト空手会で初の統一大会が大阪市中央体育館で開催された。 アメリカのフルコンタクト空手フルコンタクト空手の元々の意味はアメリカで始められたキックボクシング的なプロ空手のことである。ボクシングとの差異を図るため1ラウンドにハイキックを8本以上蹴らなくてはならないルールが特徴的。参加選手の出身流派は沖縄や日本の空手初流派だけでなく韓国のテコンドーやアメリカなど 欧米諸国で誕生した新興流派の出身者も多い。現在はキックボクシングの一種としてフルコンタクトキックボクシングという呼び名で競技として成熟しつつある。総合空手打撃のみならず投げ技や寝技なども取り入れ、いわゆる総合格闘技に近い形での試合を行う会派を指す。代表的な会派は一切の防具着用をせず、 また一部で、素手の拳による、顔面攻撃を認めた試合を行うため、最も過激なルールと言われる深部感などや、空道の分派である、空手同然同会などが挙げられる。ポイントコルール空手極真空手に代表される、フルコンタクトスタイルに加えて、相手が防御できない状態で正確な蹴りが入った場合、ダメージの大きさに関わらず技術点として、ポイントを与え、 技術的優劣を明確にするポイントコルールで試合をする会派である。胸部への突きとローキックを主体とするスタイルを改め、伝統空手のスピードとフルコンタクト空手の破壊力を取り入れている。主な会派として佐藤塾や関水流空手などがある。防御をつけて試合をする空手競技のことである。組手競技ルールとしてはもともと寸止め空手や、 フルコンタクト空手よりも歴史が古く、空手界で最初の全国大会である全国空手道選手権大会も防具付きルールで行われていた。連舞会や練心館など伝統派空手の一部が長年かけてルールと防具を改良し完成させた。詳しくは防具付き空手を参照。伝統的な防具付き空手防具着用の競技形式は 戦前より研究され、東京大学の投資研究会、大阪のマブニ県は、立命館大学の山口豪言、片山流の宮城長順等がそれぞれで防具の使用を試みていた。また沖縄でも、人時期は防具着用による試合が沖縄憲法の名称で行われていた。その中で制度として定着したのは、戦後の武道筋指令の中、 剣道の防具着用による、金城博士が主導した、半竹士官の防具付き空手だった。半竹遠士官は、東山広志県の無流派主義を受け継ぐ道場で後に、全日本空手道連盟に発展。後に四大流派等と共に、現在の公益財団法人、全日本空手道連盟を発足させ、全空連の協力団体として防具付き空手を、 統括する全日本空手道連盟連部会となった。同様に伝統的な防具付き空手団体としては、全日本少林寺流空手道連盟連進館、戦闘会等があり、いずれも、講義の伝統派空手に含む場合もある。連部会は無流派主義で、全空連の防具付き空手統括団体として、多流派をルーツとする団体の加盟も認めている、連盟であるが、 連ンシと戦闘会は一流一派の会派団体となっている。いずれも伝統的な動作や引き手を重視する一本勝負で試合を行い、連武会と連ンシは技ありに相当な打撃強度が求められる。また、連ンシは蹴り技に特化しており、独特の回し蹴りが発達している。公式空手公式空手は、久高正幸が、 プラスチック製の防具スーパーセーフを開発したことに始まり、1981年、連武館東京本部や、拳業館、日本西武館、強支部館を中心に、連武会から分かれて作られた競技形式である。連武会の一本勝負と異なり、止めまでに時間をとってその間の攻防の中で当たった技をすべて加点する。 連打推奨の加点方式を採用していることが最大の特徴である。また名称は当時すでに主流であった寸止めルールを難式として認識し、それに対抗する形で名付けられた。現在、公式空手を行う団体は著作検討もあり、全日本公式空手道連盟のみであるが、二杯に分裂していてそれぞれ千葉派、久高派と呼ばれ、両者の間には、 若干のルールの違いがある。連打推奨のため、伝統的な動作には、連部会や連進官ほど重きを置いていない。セーフティー空手、防具空手、全日本セーフティー空手同連盟は、公式空手から分裂し、テコンドー団体と交流しながら、蹴り技を主体とした組手競技を行う団体として、発足した。また、同様の団体として平成に入ってから、 全日本格闘打撃連盟、日本防具空手道連盟、全国防具空手道連盟などが相次いで発足した。安全性に配慮し、打撃強度は比較的軽くても取り、当てること重視で動作も伝統派空手とは異なる。これらの団体は防具付き空手ではなく、防具空手と名乗る傾向がある。キックボクシングや真空手等とも交流がある。 抗議の防具付き空手、全日本空手同連盟ルールにおいても、安全具として、面包という防具を装着する場合がある。ただし、これらはあくまで、寸止めが前提であって、直接打撃を前提とする蒸気の団体とは異なる。また、フルコンタクト空手団体にも、顔面に防具を着用する部門を設ける場合があるが、基本的には、フルコンタクトルールなので、ダメージ性であり、 主義による顔面への攻撃は認められていないことが多い。しかし近年では、極真空手を出所とする団体間で、顔、銅、すね、拳等に防具を着用し、突き蹴りの攻撃をポイント制とするセミコンタクトルールが導入されている。空手銅の段級位制は、行動間柔道をもとにして導入された。段位は、大正13年に、 船越義賃が発行したのが、空手道史上、初めてと言われている。帯はまず、黒帯、白帯が導入された。黒帯は、有段者、白帯は入門者の帯である。黒帯と白帯の中間には、多くの流派で茶帯を設けている。さらに、茶帯の下に、当初、子供用に色体が導入され、今日では一般化している。 また伝統派空手の場合、段位については全日本空手道連盟が公認段位として認定している。一方で、フルコンタクト空手の場合、統括組織が確立していないため、各会派、団体の名義で段位を認定している。称号は、大日本部徳会が授与するものであったが、降伏後、占領していた、連合国軍最高司令官総司令部の、 命令によって解散させられると、その後は、流派、会派ごとによって、独自に授与するようになった。称号には、藩士教師、連士があるが、称号を授与しない流派、団体も存在する。上記はあくまで一例であるが、一般的に普及している、団球位や、師範の認定は、隔離流派、団体において、独自に行っており、統一基準は存在しない。 よって、同じ段級くらいであった場合でも技量に差がある、ケースもある。弟子の稽古を見守るキアン・トモノリ琉球王国時代に、空手道が、どのような衣服で、稽古されていたかは、資料がないため、判然としない。戦前の写真などを見る限り、しばしば上半身裸で行われていたようである。憲法解説に紹介されている、キアン・トモノリの説明によれば、 裸で稽古する理由は、皮膚を強靭に鍛えるとともに、力の配合を明確に意識せんがためであるとされる。キアンは、これは、幼少の頃からの習慣であると述べているので、少なくとも、明治初期から、おそらくは、琉球王国時代からの習慣であったと考えられる。この習慣は、 首里でに限らず、情景の写真で、宮城長順と巨田重発が上半身裸で、稽古していることからも、那覇でも含めた沖縄一般の習慣であったのだろう。ただし1921年に、交代白い置きの際に、首里城静殿まで行われた空天部では、T シャツ風の白衣上着に袴を着用した写真が、残されている。今日の空手道同意の起源は、 1922年、船越義議が行動館で演舞する際に、神田の記事問屋から白のメンチを買ってきて、自ら手縫いで仕立てた柔道着らしきものが、文献上確認できる限りでは最古である。空手同意がいつ販売されるようになったかは定かでは、ないが、1934年の空手研究に、すでに空手同意の広告が掲載されているので、 昭和初期にはすでに販売されていた。その後、動作も、稽古内容も、柔道とは違うため、徐々に改良がなされ、今に至っている。現在の空手同意空手同意の構造は今日、伝統派空手とフルコンタクト空手において、概ね次のような相違が見られる。首里城での空手同演部琉球王国時代には、空手の教授は秘密裏に行われた。 人目につかない親に教えたり、場所も人里離れた墓地などで教えた。こういった秘密主義は、薩摩の財番役人を警戒する必要があったためで、あり、また、掛け試しなどの挑戦を避けるためでもあった。当時は、道場などはなく、師匠が取る弟子の数も少数であった。日本武術とは異なり、空手には、伝書はなく、口伝と実技のみで、技が伝授された。 稽古は、型の稽古が中心で、一つの型の習得に3年を費やしたとも言われる。組手は一種の約束組手が存在したが、制度化された自由組手や試合などはなく、覚えた技を試したいものは、掛け試しなどの実践を行う必要があった。明治以降、空手の教授法も急速な変化を遂げた。沖縄の中学校や市販学校の体育に、 採用されるなどして、空手は初めて一般に公開された。指定との1対1の練習から、師範の号令とともに、多数の生徒が、同じ動作や型の練習をするようになった。イトス・ヤスツネが学校で、子供たちが学びやすいようにと、ピンアンの型を創作したのも、この時期である。大正時代に入ると、那覇に、沖縄投手研究クラブが結成され、 当時の沖縄の大家たちがこれに参加して、初めての共同研究や、共同修練の試みもなされた。また船越義地にや本部、朝本によって、空手史上、初めて空手書が出版されたのも、大正時代であった。昭和に入ると、技に名称をつけたり、伝書の作成、組手の研究、さらには、試合の導入などが試みられた。球や、 式体制が導入されると同時に、練習体系の合理化も進んだ。自前で道場を持つ、空手家も現れ、他人数を相手に教えるようになった。しかし、空手の近代化が進むにつれて、西洋の身体動作や、運動理論の導入に対する反省も起こっている。古伝空手や沖縄空手の再入式、再評価も近年活発である。最初に、 アメリカに空手を紹介したのは、戦前アメリカに移住した沖縄系移民たちだったと考えられているが、公的な記録に乏しく、文献から追跡するのは難しい。著名な空手家では、ヤブのリミチがアメリカ本土に8年間滞在した後、1927年4月、帰国途中に沖縄系移民の多いハワイへ立ち寄り空手道の講習会を開いた記録が残っており、 やぶ以降も、本部はさもと、むつみずほ、ひがしおんなかめすけ、宮城町巡といった空手家たちがハワイを訪れ、空手道を教授している。アメリカ本土で、本格的に空手が普及し始めたのは、戦後からで沖縄や日本本土で空手を習得した、米国軍人たちによって伝えられた。代表的な人物には、しばしば、アメリカ空手道の父とも言われる、ロバートトリアスがいる。 トリアスは、第二次世界大戦中、ソロモン諸島で本部、朝元の弟子の中国人より、空手道を習ったとされ、1946年、アリゾナ州フェニックスに、空手道場を開設した。ヨーロッパにおいては、1960年代以降、日本から、空手道指導員が派遣されるという形で広まった。ドイツやイギリスで指導に当たった。 金沢広和やポルトガルで指導に当たった東、女森雄などの活躍が知られている。旧ソ連では、1960年代半ば、モスクワの大学に初めて空手道部が設立された。しかし1973年、ソ連政府の方針によって、日本武道が突然禁止され、代わって三歩が推奨されるようになった。再び、 空手道が行われるようになったのはソ連が崩壊しロシアとなって以降のことである。韓国では韓国併合時代の朝鮮半島から日本へ渡った人々が知識や技術を持ち帰り1940年代中盤にコンスド、タンスドまたは空手の故障で広まった。 1950年代に入り、小党間空手を源流に持つ人たちを中心として、名称統合が行われ、テコンドーに発展し、その後に、韓国の国技となった。なお、現在では、テコンドーの主要団体として、ITF と WT の二つがある。ありがとうございます。